今週も始まりました。みんなで競馬を楽しむ競馬ラブ、編集長キノコの分身、ナビゲーターの AI キノコです。今週の競馬ラブはご覧のレースで高配当馬券を狙って予想します。それではナビゲーターをバーチャルキノコに交代して予想スタートです。夏の福島開催、開幕週を飾る名物重賞アレルハンデ戦 G3 ラジオ日経賞は、福島競馬場芝 1800m 右回りの A コースで実施されます。1周距離はおよそ 1600m、 馬場の高低差はおよそ 1.9m、 最後の直線はおよそ 292m です。なお、ガオちゃんは都合により当分の間予想には参加しません。ご了承ください。それでは予想に入ります。まずはネムコちゃん、ガミサカオリ、ムーさんが推す馬は、現在まで24勝2着20回3着16回連帯率およそ 16%、リーディング22位、西塚浩司騎手騎乗、社大コーポレーション白老ファーム生産、レイデオロ3区ミナデオロです。最終追い切りは立東ポリトラックで単走、4ハロン56秒9、ラスト1ハロン11秒5、馬なりでしたが姉妹重点に鋭い動きを見せて高度計をマーク。この馬はデビューして間もなくは精神的に幼く行きたがる面があり、勝ちきれない状況が続きました。しかし今年5月の未勝利戦から西塚騎手が騎乗すると、そこから2連勝。この馬の性格を見抜き、長所であるスピードを生かした西塚騎手の手綱さばきは見事だと思います。父は違いますが、兄のアルバートドックは小馬になり七夕賞も制しており、血統的な裏付けもあるので、この馬の持っている素質はかなりのものだと思います。小回りの福島コース、開幕週の馬場など好材料も多いので、スタートダッシュを決めてスピードを生かしたこの馬の競馬ができれば、重賞タイトルも狙えると思います。今回自信の推奨馬ですとのこと。次にココンコちゃんと足影さんが推す馬は、現在まで25勝2着24回3着18回連帯率およそ 17%、 リーディング19位、津村明秀騎手騎乗、錦岡牧場生産、ノベリスト3区ヤマニンアドホックです。最終追い切りはミホウッドチップコースで単走、5ハロンから追われ69秒1、ラスト1ハロン11秒7、前方で束が故障するアクシデントがあったようですが、ゴール盤まで集中力を切らさずに走り切りました。今回2ヶ月の休み明けですが、十分に仕上がっているように感じます。ここまで4戦2勝、前走の山藤賞を逃げ切ってオープン入りしました。逃げでなく控えても競馬ができる自在性がこの馬の強みだと感じます。この馬は速い時計は持っていますが、まだ厳しいペースでの競馬での経験が乏しいです。今回ペースアップに対応できるかが鍵になりそうですが、開幕週の馬場は間違いなくプラス。今回の金量54キロも他の有力馬と比べてかなり恵まれた状況だと思います。自信を持って推奨しますとのこと。最後に私キノコと相生優さんが推す馬は、現在まで22勝2着36回3着23回連帯率およそ 21%、 リーディング24位、田辺博信騎手騎乗、ゴドルフィン所有馬、ファール3区
オフトレールです。最終追い切りは立東半路で完走、4ハロン54秒6、ラスト1ハロン12秒2を馬なりでマーク。1周前追い切りでも立東半路で4ハロン52秒7、ラスト1ハロン12秒3をマークしており、順調に仕上がっているように感じます。前走の白百合ステークスは初の 1800m でしたが、2着に好走、距離延長にも対応できました。今回は福島コース開幕週で、スタートから速い流れになるレースは初めての経験になると思いますが、持っている差し足はメンバー上位です。今回前に行きたい馬が多いので、差し足が生きる展開になれば、真っ先に浮上するのはこの馬だと思いますので、自信を持って推奨馬とします。ここまでの7名3組の推奨馬は出馬表の通りです。買い目はご覧の通りとなります。ご覧いただいている買い目はあくまで参考ですので、ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券購入してください。それでは AI キノコに交代します。私たちの買い目を参考にして、ご自身の好きな馬を加えて高配当狙いの馬券購入も面白いと思います。今週は人馬ともにみんな無事に帰ってきてほしいです。それでは競馬ラブの予想は以上となります。今回の結果報告は動画ラブの X や説明欄でもご報告しますので、ご確認ください。競馬ラブの MC の一人、声優舞台女優の相生優さんの情報はご覧の QR コードから相生さんの X で確認してください。競馬ラブのデータ担当ココンコちゃんは馬券の寺子屋でネムコちゃんの曲に乗せて AI 勝ち馬予想を公開しています。ご覧の QR コードからココンコちゃんの YouTube をチェックしてみてください。また予想に参加してくれている足影さんもご自身の YouTube チャンネルで競馬予想を公開しています。面白い歌を歌いながら予想しているので、ぜひご覧の QR コードから足影さんの予想をご覧ください。そして現在動画ラブでは、昨年開催されたねむこちゃんのライブの模様をメンバー限定で公開中です。ぜひご覧いただき応援してください。またねむこちゃんとガオちゃんのイベント情報はご覧の QR コードからお二人の X で確認してください。そしていつもお世話になっているクロワタアメさんとジャレコさん、その二人がユニットを組む天才ポールダンスユニットワタジャレコさんが出演するイベントのお知らせはご覧の QR コードからクロワタアメさんの X でご確認ください。動画ラブではワタジャレコさん主催の7月、8月、9月のスペシャルディナーショーへメンバー限定に登録している方々の中からそれぞれ2名様を無料でご招待します。なお飲食代はご自身でご負担ください。それでは今回はこのあたりでお開きです。今週はねむこちゃんのこちらの曲を聴きながらお別れです。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いします。